教育関係記事一覧学校記事一覧大学校一覧大学校一覧は日本における大学校の名称を有する様々な教育訓練施設を設置者別に一覧で示したものである学校教育法では教育施設の目的や修行年限などにより大学、短期大学、専修学校の名称の用い方が限定されているが大学校や 短期大学校の名称の用い方には法令における規定はない。必ずしも大学校は大学総統、短期大学校は短期大学総統の教育を行うものではない。大学と同様に学士の学位を取得できる大学校がある一方で、大学校と名乗っていても修行年限が2年で短期大学総統の大学校や専修学校と認定されている大学校もある。 また、公務員の研修施設という位置づけの大学校や、市民を対象に、講座等を開催する地方公共団体の組織としての大学校など、様々な形態がある。したがって、この一覧では、大学校と短期大学校を区別せず、設置者別に分類した。大学校の役割、機能や入学対象者別の分類については、大学校の項目を参照すること。 国が設置する大学校のうち、以下の一覧の最初の5校では、入学した学生は国家公務員となり、給料も支給され、学費は無料とされる。しかし年齢制限を設けているため、可年度制など、年齢の高い人は入学することができない場合がある。この5校については、年齢等の制限を付記した。独立行政法人が設置しているものには次のものがある。 都道府県の設置によるものには次のものがある。市区町村が設置するものには次のものがある。職業訓練法人が設置するものには次のものがある。株式会社が設置するものには次のものがある。自社の国家資格技術者を育成するための機関。私立学校法の第3条に基づく学校法人及び私立学校法の 第64条第4項に基づく法人が設置するものには次のものがある。政党が設置するものには次のものがある。財団法人が設置するものには次のものがある。社団法人が設置するものには次のものがある。特定非営利活動法人が設置するものには次のものがある。商工会議所が設置するものには次のものがある。 商工組合が設置するものには次のものがある。共同組合が設置するものには次のものがある。業界団体が設置するものには次のものがある。宗教法人が設置するものには次のものがある。これらの大学校はいずれも私立学校法第3条に基づく学校法人、総価学園及び学校法人、総価大学並びにこれらが 学校教育法に基づき設置する、総価大学等の学校とは別の存在であり、総価学会団支部の人材育成グループとされている。任意団体としての大学校には、次のものがある。同期校の基準では、付属校は校数に含めない。横浜、神戸に各校があるが同期校の基準では1校と、数える。ABCDEFGHIJKLMN。 OPQRSTUVWXYZ AABAC ADAAF AG 対象となるのは、養成部門である。金沢農業大学校公式サイト、金沢林業大学校公式サイト、神奈川県私立専修学校一覧末した、電気効果短期大学校として認定を受けた、職業能力開発短期大学校。2009年現在、 認定を受けているかどうかは未確認。財団法人秋田県資源技術開発機構の関係団体。中国、四国各県と兵庫県の10県により設立された財団法人。国際印刷大学校ホームページ。ありがとうございます。